でで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 てほど遠くもないけどね。これだ。おほう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 。行きましょう。行きましょう。ちょっと待って。タイマーちゃん。おっと？お、ヒロ、あ、すごいスケルトンがいる。勝負だ。とりあえず一緒に動こう。あ、落ちてた。あ、弓また落ちた。あ、僕ちょっと剣が危ないな。剣作ってくればよかった。ちょっと剣を作ってきますわ。オッケー、じゃあ俺この辺にいるよ。オッケー。ちょっと待って、ね、ちょっと待って。鉄の鶴橋作った。あ、作ってない。キックぐらい作っといてよかったから、まあいっか。で、スケルトンがいる。おい、これ、痛い。この野郎、痛い。なんかスケルトン強くなった。もともと強いよ、スケルトンは。強かったっけ。君どっちに向かって、そっちか。迷路見てるな、この辺。おお、何？何もない。なんだよ。よし。と、こちらの方はもう制圧済みかな。こっち回ってよ。鉄とかも何も。あ、雲の声がする。スケルトンの音もする。あ、じゃあ下行こうか。下行こうか。あ、鉄いただき。結構あるな。ちょっと待ってるわ。とりあえずこの辺一緒に動いた方が良さげ。ここ鼻水を止める。めっちゃ深いんだけど、コウモリいる。マジで？とりあえずこっち行こうぜ。どっち？こっち。あ、こっち？うん、ちょ、お前先頭で行けよ。水が、水をちょっと止める。終わったか。水を止める。あ、鉄あるよ。水めっちゃあるな。お、鉄取るか。わ、まだ奥あんな。こっち行こうぜ、行こうぜ。スポーンとかないかな。ないべ。鉄がある。ゾンビがいる。ゾンビやってくるか。これほら、ほら、よいしょ。ちょ、出口をちゃんとね、覚えておかないとね。まあ、最悪建物に。まあね。すみません。キノコがある。ちょっとこっちまでの鉄をちょっと掘っていこうかな。めっちゃおるやん、敵。石炭も掘っていこう。鉄はどの辺にあった？あった。あれ、鉄なかった？多分取ったんじゃね。ステーキ食べちゃおう。今日は贅沢しに。炭鉱やろうわ。炭鉱でステーキ。はい。矢が刺さってんな、頭に。頭に刺さってる。頭に刺さってる上に、なんか、矢が、なんか分身してるんだけど、これ。さあ、こっち行こう。あ、クリーパー、おい。くねえ。この野郎。あれ、届かない。痛い。うわ、ちょちょちょ、危ねえよ。うわ、危ねえ。さあ、こっち行こう。こっち行こうか。鉄もあるしね。どうぞどうぞ。鉄は帰り取りましょう。毒を、可能な砂利が。可能な限り制圧。制圧。おお、それだけスケルトン。戦え。よ、はい、はい、なんかまだ奥あんな、ここ。
石炭がすげえあるな。こっちにも道ある。おっ、いや、いやいやいや、スケルトン、この野郎、この野郎、痛い、この野郎、この野郎、ちょっとお前殴っちゃうぞ、お前そんな近くにいたら。さあ、お、この上を一回回ってんのか。あ、下に来た、あそこの。マジで？ちょっと石炭も掘っちゃおう。続いてる、続いてる。石炭取っちゃおうか。結構ね、資源が豊富にあるんじゃないでしょうか。まだ空洞が、これゾンビの声がするから。痛い。おー、ゾンビゾンビゾンビ、後ろにゾンビいた。ゾンビの声がするから。これなんかありそうだけどな。土があるからなんか奥にあるとは限らないか。限らないね。よし、石炭石炭。先へ行きますか。行きますか。こっちも行ったな。こっち、怖え、なんか入り組んでんな。こっち、こっち行ってみるか。そっち来たとこだよ。え、嘘。うん、来てないか。あ、来てないわ。来てないよ。穴がある。はっ、こう、水がめんどくせえな。あれ、行き止まりかな。行き止まり、まだあるかな。まあ、とりあえず水止めといて。よいしょ、止めた。あ、行き止まりだ。ちょっと鉄掘ってこう。これ石炭、石炭。あ、鉄あった。俺石炭専門で行こう。オッケー。ピッケル、ピッケルが少ないな。俺思ったそれ。もうちょっと壊れそうなんで。一本しかなかった。こっち行く？マグマ。嘘。作業箱作れるわ。作業箱置くわ。お。ちょっとピッケルを木作って、ピッケルいくつか作って渡すわ。ちょうだい。これでいいか。おい、二つぐらい欲しい。はい。サンキュー。三つぐらいあげれるわ。はい。オッケー、ありがとう。木持っといてよかった。ほんとだ、ナイスだわ。おお、何もない。マグマは回収しな。オッケー。マグマがあるならもうこれだいぶ深いのか。そうなのかな。マグマのとこぶっ壊してみるか。お、金あるじゃん。掘れないな。やべやべやべ。まあ、今回はあくまでね、鉄ですしね。もしダイヤがあったらなんか目印になるようなものを掘れば良いですし。マグマなくなっちゃった。暗っ。なんもねえわ。戻りますか。オッケー、じゃあ奥の方の。もうこれ下から下から行けばいいんだけどさ。行きますか。行きますか。ここにも鉄ある。こじゃあ先に奥の方制圧。あ、クリーパーいる。買ってこいや。ほっ、爆発する、しない。よし、なかなか長い。なんもない。お、先がある。ここさっき繋がっ
あ、クリーパーいる。クリーパーがいる。ほ、ほ、あれ、ちょっと。ちょっと動くな、動くな。そう。ほら。あー、爆発した。まあ、いいよ。なんもない。すげえ、石が踊ってる。石が踊ってる。さっき見た。さ、まだどっかあったかな。途中に歩いて、ろうそくの立ってないとこに行けば。あ、ゾンビがいる。ほら、この野郎、よいしょ、もう一丁。さあ、こちらも結果つながってんの。結果つながってんだ。こちら行ったもんね。この下、下行ってみる。下行ったっけ。下もこれ行かなかったっけ。さっきのとこ、ここ通ったよね。通った通った。キノコがあるよね。違うわ、キノコの山。そっちさっき行かなかったっけ。来てるね。もう終わったか。終わったか。制圧完了しちゃいました。なんか特に死ぬ爆発要素もなく。いや、爆発要素はちょっとあったけど。終わったんじゃないですかね。多分。わぁ、本当に石炭あるな、たくさん。なぁ。フォーチュンとか、やったらね、なかなかとんでもない量になるんじゃないかと。ほう。石炭。めっちゃ石炭あんな。まあ、あそこ取りにくいからいいかな、これで。さて、じゃあ、戻りますか。帰るか。帰るか。帰って、成果発表だ。俺今、石炭吸ってるから。意外と金とかなかったね。いや、金はあったけど。多少でしょ。まあ、多少ね。まあ、鉄が結構取れたんじゃないでしょうか。鉄結構取ったよ。まあ、それは成果発表で見てみましょうか。こっちでから帰れんのかな。まあ、とりあえず上に行けば。あ、クリッパー、この野郎、この野郎、この野郎。うわあ。まあいいんだ。出口どこだ。ん、あれ、なんか暗いところある。行ってみるか。クレーキだ、なんかすぐ終わりそう。いや、ダイヤがなんかジャブジャブ聞こえるんだけど。あ、クリーパー買ってこいや、この野郎、この野郎、ドーン。死亡にドーン。もうなかなか深いっす。おお、危ねえ。おお、危ねえ。おお、危ねえ。ちょっと。やっちまったよ。危なかった。できたよ。おいちい。まだありましたな。いや、決めたも。またクリーパーいる。クリーパー多くね、スポーンあれば。クリーパーのスポーンはないかな。ドン。あ、意外とまだありますな、これ。行きましょうよ。ちょっと地図見るかな。拠点の真下とかだったんだ。ちょ、あ、後ろ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 、おい、おい、ちょっと上上上、ちょっと攻撃されないんだけど。え、なんで。攻撃的なね。クリップいる。クリッパーが突っかえてる。今、あの地図の下らへんにね、我々はいるんですよ、大体。この野郎、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 よいしょ、もう一発。めっちゃ鉄あるな。松明大きいの。わ、クリッパー2体いる。どんだけいるんだ、クリッパー。やっぱスポーンだって。ないですって。うわ、爆発した。こっち行ってないのか。ほ、いやー、ごめん、痛いよ。おい、ちょっと死ぬわ。
上に来ましたよ。あ、来ましたな。繋がってましたか。向こう側まで行ってなくね。うん。ろうそくがちょっと残りわずかに。ろうそくまだめっちゃあるよ。あげる？え？センキュあ、ちょっとゾンビ。熱い熱いでは、それでは、洞窟探検、終えたので、成果を確認してみますか。発表会、こんな感じに全部詰めたので。はい。え、こんなもんと。鉄が結構溜まったんじゃないかな、これ。鉄はかなり溜まったよ。なんかスライムボールとか。あと、あとクリーパーの残骸とお肉もあるし。お肉もあるよ。お骨もあるし。こんなもんじゃないですかね。まあなかなかいいんじゃないですか。鉄があるんで。だいぶ溜まったね。うん。まあこれで鉄装備だとかはまあもうちょっと深く掘り下げる。次の動画にはいい感じに。こんなとこじゃないでしょうか。で、次回はね、向こうの方にキノコバイオームが少し見えたと思うんだけどね。そのね、そこにいるだろう、あの、ムーシュルームをね、こちらにちょっと運搬したいなと、考えているので、その辺とかもね、やりたいね、と、いて、この野郎、考えておるってところで、じゃあ、洞窟探検編は、こんなところで終えたいと思います。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。びっくりした。あの、はい、でも俺の画面からね、このポーズしてると、あの、左上にさ、あの、映るじゃない？人が。はい。ほら、左奥の木の上に誰かいると思ったら、俺だった。あ、ほら。